はい、こんにちは、ピカーです。というわけでレースシミュレーターね、始めるときにハンコンどうするかっていう話をね、前回しました。ハンコンのおすすめ、いろいろねご説明しました。それね、動画概要欄に貼っとくんで、そちらをねまず見た方がいいかもしれません。で、次シミュレーターね、いろいろ紹介したいと思うんですけど、いろいろ紹介するとなんかいろいろ混乱するじゃん。だからまずこれやれっていうのをね、もう俺が独断と偏見と勝手な思いで決めちゃう。まず R ファクター、まあ本当に業界デファクト、まあシミュレーター屋さんにも結構これ多い。この上に R ファクタープロっていう本格的なシミュレーター、業務用のね、があって、その家庭版じゃないですけどね、それで R ファクターっていうのがあります。で、R ファクターと R ファクター2っていうね、その次世代版があるんですけど、そろそろ R ファクター2でもいいかなっていうね。何がっていうと、 R ファクター1はモッドが豊富、いろんな車とかいろんなモッドが出てるんですけど、そろそろ R ファクター2もねだいぶ設定揃ってきてるんで、まあ私はまず最初に何って言ったら、まあ王道で R ファクターか R ファクター2を1本目ねおすすめしますね。まあそれと何らかのねゲーム、その2つをまずやり始めましょうっていう感じですかね。なんで今日はね、その R ファクター2紹介していきたいと思います。で、この R ファクター2をインストールするには、 Steam っていうね、この Steam で検索すると出てくるから、まあ、ゲームを販売してるアプリストアみたいなものですね。なんで、まあ、これをインストールして、これ上で買い物をすれば、ほとんどのシミュレーターとかゲームですね、 F1 2019 とか R ファクター、 i レーシングもここで買えるのかな、まあ、ほとんどのものがここで買えます。なんで、まあ、とりあえずSteam をインストールしましょうというところです。で、 Steam インストールしたら、このねストアのところで R ファクター2って検索して、ポチってポチるとダウンロードされてきてすぐできますから。で、こういう画面になって、ここでねプレイでプレイできます。まあちょっと設定はいろいろしなきゃいけないんですけど、そこは割愛して、もう一つ言っとかなきゃいけない。 R ファクターをやる上で注意点があって、モッドの品質がまちまちなんですよ。デフォルトの車とかいいんですけど、まあ、いろんなモッド入れるじゃないですか、車とかトラックとかね、それのね品質がまちまちなんで、これを何をやるかでもう全然違ってくるんで、まあ、この R ファクターシリーズに関して言うと、もうそこが本当大事なんで。で、ちょっとおすすめのモッドだけ一つ言っときます。で、 R ファクターのモッドはこのね Steam ワークショップっていうところで簡単にねインストールできます。このね Steam ワークショップをポチってやると、ここにモッドが出てくるんですよ、バーっとね。で、このタートスっていう名前、これねちょっと覚えておいてください。 R ファクター2にタートスのモッド入れろってことです、ね、何かっていうと、タートスっていうのは、まあ、ヨーロッパのね実在する実写のレーシングチームです。ここが自分とこの車をモデリングしてモッドにしたっていうのが、このねタートスなんとかっていうね、まあ、F3 だとか F4 だとか、ね、いろいろあるんですけど、これがね非常に出来がいい。もっと出来がいいものは多分あるんだけど、過去のモッドでね、何があって、最新なんですよ。まだ出て2ヶ月で、まあ最新が最強なんじゃないかっていう説でね、新しいもん好きじゃん、どうせ買ったら最新のものやりたいでしょ、やりたいでしょ最新のもの、ね、新しいもん好きでしょ。だから、まあとりあえず新しいのを紹介しておきますと。これ1個やると、やり方覚えれば、そのやり方でねいろんなのできますんで、まずはこれ、その中の F3、 これがね一番おすすめなんで、これをねやってください。で、ここねサブスクリプション、まあこれをねポチッと押しとくと、もうそれでモッドが入るっていう。ちょっとねコースも俺入れてて、コースはねモッドホルダーに入れるタイプね。モッドホルダーは Steam のアプリのコモンの R ファクター2のパッケージ図に、このね RFCMP っていう形式のファイルをダウンロードしてきて放り込むだけ。すげえ簡単。大丈夫大丈夫、ついてきた、ついてきてる。はい、それでね、これが起動画面ですね。細かくて見えないと思うんですけど、この2番目ね、2番目を押すと、ここにねインストールされてるモッドとかが表示されます。で、ここでインストールってやんなきゃいけなくて、ファイル名のところ、まあ、ファイル名とちょっと違ったりともするんだけど、ところで、このね、右下にインストールボタンがあるんで、それちょっと押さなきゃいけないっていうことだけ覚えておいて、フォルダーに入れただけだと登録できないんで、それだけ覚えておいてください。まあ、でも、すごい簡単。そしたらもう、このね、このマーク、ヘルメットかぶれ、シングルプレイっていうので、起動ですね。まあ、ハンコンの設定とかは、もういろんなハンコンによってまちまちだし、それはね、ちょっと割愛しますね。
でこれ起動画面になります。で起動画面でトラックを選んでスパフランコルシャネで車を選びます。メニューとかが古くてしょぼいんだけどね、シュミレーターってこういう感じだから、タートス発音合ってんのかな、タートス F3、 ちょっとねスキンが違う2つあるけど、どれか好きなねスキンを選んで、はい、これを選んで、いろんなものを選ぶんだけど、みんなこんなことしないでしょ、なんか後から考えればいいから、とりあえずポチってこのレースって押すだけ。いやちょっと都合が悪かったらなんかねいじればいい。とりあえずまあデフォルトで遊べるようになってるから、そうするとロード画面が出ますね。スパフランコルシャン、すごいサーキットだよね本当。でまあこういう画面出るんで、まあ、ガレージでいろんなねセットアップできるんだけど、ね、サスペンションとかシャーシとか、あまあどうでもいいじゃん、とりあえず走りたいじゃん俺たちだからとりあえずレースって押せば大丈夫で、これ車動かないんですよ、車動かないじゃん、あ末切りすごいなとか感じて、この末切り感絶対勝ったら感じて、でこっからね、とりあえず A ボタンを押してください、キーボードの A って押すと勝手に走り出します。これ AI モードでね勝手に走り出すから、なんかねうまくクラッチがどうのこうのとかスタートできなかったらとりあえず A って押せば勝手にリカバーするから、で、まあ、いい加減ピットアウトしてこの辺でいいかなっていうところでもう一回 A ボタンすると押すと自分に制御がね来るんで、あと走るだけ、感じてくださいシミュレーターをね、パワーねえなおいF3 全然パワーない、いやほんとすげえなこの R ファクターな、マジで。ね、こんな感じだから最初で最初タイヤ冷えてるからあのね最初走るコツ、まずはい次ね、これでねシミュレーター起動できたよね、なんで次ね走るコツがある、コツがある、コーナーの手前で減速する、当たり前なんだけどね、であのねどこを何速で曲がるかっていうことを覚える、それが大事ね、ブレーキングポイント手前からブレーキしてここを何速だなって覚えとけば4のとこまでブレーキングするっていう、もうねそこがね多分最初の難関なんだよね、これね多分俺のこの動画を見ているシミュレーター勢はもうなんかね考えもしない体でできちゃう人たちだから、だけど本当ね半数ぐらいの人たちは多分それができないんだよね、うん、でそこでなんかねつまんねえってなっちゃうんだよ、だからねその人たちをなんとかね、なんとかこのねディープな世界にね引きずり込みたいっていう思いがあるからまあこれやってんだけど、うん、分かる人はねちょっと分かる人もうちょっと俺の説明でも物足りないんで、コメント欄にねそういう人のためのね、こうなっちゃうこうなっちゃう、ほら行き過ぎちゃうのよ絶対なる絶対なる絶対なるから、ブレーキングポイントを覚える、そういうことだね、コースを覚えてブレーキングポイントを覚えて、あとどこを何速か覚える、この3つ、ここ2速なんだよね、はい、まあ、スパで言うとこっから全開、大体ねどの車でも大体一緒っていうか、まあレーシングか、まあ大体一緒ってすげえざっくり言えばもうマジで大体一緒だから、うん、1つのコースね車スパはちょっとねここ難しいけど、あこの挙動すげえいいわ、はい、まあ、それだけはねちょっと覚えなきゃいけないから、ここね3なんだ、ここ3で
右左右とかね覚えるんですよ。でスローインファーストアウト、ここはね F1 さんだけどこの車2だ。難しいこの車難しいな。おい、ここはねちょいアクセル戻しなんだけどアンダー出るんだなっていう風にちょっとずつ探っていくっていう感じだね。俺も最初に乗った車、まあ、だコースは覚えてるからライン出せるのかな、アルファクターって。アンダーだなおい、ね、ちょっとずつはみ出ながらコースを覚えていくって感じで、これ実写だとねできないんだよねはみ出たらさタイヤ台がとかさ、ブレーキもさ奥まで行きすぎてさ行きすぎたらなんかこうフォーミュラーってリップ割れたりとかすると高いからさそんなことできないんだよね。だからいやここのブレーキが難しいねってねちょっとずつ分かるじゃん。でもこれ今やったらこれリップ割れるからね、今のあんなとこ超えたらフロントウィング割れちゃうから、まあ、こんなんでいいからちょっとずつねちょっとずつ走ろうっていう、まあ、感じですかね。この車本当おすすめ。いや気持ちいいよこれ。だんだん飽きてきたでしょ。みんな飽きてきたよねこれ。もう飽きてきた、飽きてきたから。はい。つまんねえでしょって。これね、おすすめっていう車は結構練習にはなるけどつまんない。でね、これつまんないでしょ。これつまんないっていう人には。まあ最初からでもいいと思うけどね。F1ASR2018 年。これの F1 をね、元の場所とかね、ちょっとお知らせしていいかどうかわかんないから、ちょっと微妙なんだけど。この F1、ちょっといいんでね。これをやっていこう。やっぱね、いきなりすごいの乗った方がいいよ、シミュレーターは。いや、だって死なないもん。だから、俺はもうなんか、いきなりこれを乗りこなすんだよって、これの練習のためにこっちの車をやるんだよっていうことを分からした方がいい。その方が面白いから。 F1 もね A ボタン押せばいいだけ。 A ボタン押すと勝手に出ていくから勝手に出ていくからすごいよ。で何気にこの A ボタンね、 R ファクターの A ボタンね、いいのはね、もう見てよ、何もしなくても勝手に走ってってすげえ速いタイムをね叩き出すのよ AI が。だからこれ見て何速とかね結構わかる。でこの AI をどのぐらいのレベルで走らすかっていう設定があるのよ、ゲーム設定かなんかのところに。でそれを自分のレベルに合わせて設定して、そうするとねなんとなく、あ、おお、ここ3で曲がってんだなみたいな、ちょっとアンダー出してるなとかさあ、ここ5であの辺からアクセルオンかとかね、そういうのはね意外とわかるんだ。だからこの R ファクターおすすめなのはこの AI の視点がね見れるっていうね、うん、でそれの難易度が調整できるっていうのも、まあ、ちょっとおすすめかな。この通り走ったらこれで上手くなるからっていうことだもん。すげえわこれ、これ超うめえわ。AI が先生だから。はい、じゃあねちょっと AI を切って俺がやっていく。 F1 やっぱすごくない全然速えわ。もうギリギリのブレーキングほらね、 F3 乗った後だとアクセルがラフになって
下手くそですわ。はい、これね、もう俺わざとやってるからね。最初はこんなもんだよっていうのを見せることがないとダメじゃんっつってただ下手なだけなんだけど俺。こんな感じね、アクセルじわね、ブレーキングターンインアクセル、これをねほんとじわーってやることやね。はい、無言になりました。もうね乗っちゃうとあと走るだけ。スキル音ね、スキル音聞いて全然スキル音させられてないっていう。もう3だったよねさっきね。いやー楽しいわ。アクセルオンで抜けていく。うーちょっとはみ出した。でも大丈夫、ただだから、タイヤも車もただだから命も取られない。はい、まあ全然走れてないけどさまあやってきましたけどね、エンジンも止まっちゃうっていう。まあいかがだったでしょうかねまあ最初こんなもんだと思いますよ。いや最初ここまで走れないと思う。このこれ本当に難しいから。でこの難しさを経験した上で F12019 とか、まあ、やってもらいたいね。うん、何が違うかとかっていうことも感じながらね。別に人が決めることじゃないから自分が決めればいいことだから、何が違うかって、まあ、あくまでもね趣味の領域じゃないですか。なんで何が違うかっていうことを試す、そういう楽しみ方もあるんで、シミュレーターソムリエとしてはね、ソムリエじゃねえよね、そういう楽しみ方もあるんで、皆さんねとにかくさハンコン買おうってことだよ俺が言いたいのは面白いから、本当に面白いですよ。命取られないし、実車買えるじゃんっていうのもあるけど、本当に死なねえから実車と違って、で壊れないから本当に、まあ、壊れても安いから、車壊れたら高いじゃん、ハンコン壊れても安いからさ、本当に次々何千円でね新しいソフト出てくるから、1万円以下じゃんシミュレーターのソフトなんて。まあちょっとアイレーシング若干ねいろいろと使うと高いけど、それでももうねあれじゃん、ゴルフ行くより安いじゃん。ということでぜひシミュレーターおすすめです、やっていきましょう。で言っとかなきゃいけないことがある。さらにね、これ一人で走ってるだけじゃないですか。この先ね、みんなで走れたりレースできたりとかっていうことが可能ですね。そこもまた面白い。またねそういうのもね紹介していきます。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。